10秒を2回引くためにランダムを使うのはある。それは許容されます。どれを出そうかという読み合いが、もう読み合いとかじゃなくない、自分でもどれ出そうかなって感じだよね。1戦目はカグラ対ニュー。ちょっとやってます感ありますね。なんかメモっとかないと頭おかしくなりそうだな。大丈夫か。はい、どこ。おっとルートは合ってそうだけど拾えていないっぽい。バイバンカウンターが拾えない。5番で固めて、この辺はどのキャラでも変わらない。今度は強くんが確かにコントカードしているっぽい。落としてもっと補正切れたが拾えない。ドアッドアイバンカウンター。エッセイワラで仕方を落としたのありますが、ここでブイトラ引き返すなら今。レボー2アクション。一本選手したな。アッドカグラ回るな。弾巻いて両手に引っ張ってほしい。使ってこれ対象から落とせなかった。おっと当たんねえんだ。指定して戻って4ミドル打ち勝って出が2中段普通に崩しているニューっぽい。一本取り返して1-1。ブイトラー頭がズバッと拾えない。ドライバーをバグで刺している。しっかり乾燥してドライバー当たる。おっとロブシンかかってしまった。これは指導という金には多いし、しっかり乾燥できれば4500。おっと Y1 がクッで引っかかってしまった。1本目はアットカグラが勝利。みんなのいろんなキャラが見たい。ここはまた読み合いが発生しますが、日本連敗するとそこで終わってしまうので、ここは負けられないキャラ選択をしたい。
こで10名ではなんか S を選択している。ジン・キサラギ、メインキャラはお互いに残しておく感じ。ここをライジですり潰すという作戦も全然あるんですが、近い段位でやり合いたいという。勝利パンチ、おっしっかりセッカーでヘイタル取っている。ジンは結構使えるっぽい。あとジャーミン攻めてきて、ピーチ入れ替えて、さあ、カウンターライチは出すまでもないと。ここで圧倒くんがリーチですね。ロクビ、あれ六 A だっけ、六 A じゃん、六 B これだよ。ねえカウンター中段立っている、中段当たる、ラクちゃんからコンボ、安定コパン拾いをした結果高くなってしまい 3C が当たらないみたいな。オーバードライブしてしっかり殺しきるんだ。この程度だったとはな。早稲田式 3-on-3 って初めて聞きましたけどね。本当に 3-on だとやらない人いっぱい出てくるやつ。じゃあ、ゆうむらさんとむぎさんで試合ですね。キャラクターは申告とかも全くなしなんですね。直で。はい、じゃあ、ゆうむらさんとむぎさん。あ、先に決めましたね。テイガとラグナ、ラグナ、ラグナ、ラグナ。本当だ。The wheel of fate is turning. Rebel One. 日曜ステーキ記念オフ会。ボイちゃん、ボイちゃん。オフ会だそうです。さあ、レイが昇竜はガードして攻撃は入りません。レブラッシュ。レブラッシュして。画面端に追い込んでいます。デッドスパイク。ああ、コンボ入る。あ、してる。からの、あー交流で繰り返します。先距離離れてウロードしてちょっとずつ移動してくる。正体くんからダウンを取ります。デッドスパイク交流動いていますね。何いいんですか、カナノコンボ入る、すごい減ってる、入らない、コパンが右から果敢になる。なんだなんだ、いろいろ光る。バーストまだ残っています。動きません。あっあっうわあ、大逆転です。さまざまテイガーが先制します。2本目アクション、初めの戦闘、相打ち、
画面端を取ってしまう。さあこれで真ん中に戻る。なになになに、繋がってないけど3500。うわーすごい、2回転入って勝ったのはテイガーでございます。です。あ、なるほど。メインキャラは出てこないんですか、この大会は。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。そっか。2回勝たなきゃいけないから。そういうことになるのか。さあ、ワンピー側、ゆうむらさんは、ここの絵。The Wheel of Fate is turning.シティガムリさんは猫です。バーサ入って変わったのは10ベさらに湯村さんもバーストです。いろいろ接種して口出し、今接触判定おかしかったですよね。何もいないところで10秒が押されてましたよ。お間違いかな、なんだろう。値段が当たって長いですからね。ボートシュートすぐ足元当たった。これは、あ、投げで戻します。段位的には近いですもんね。20段対18段。さあ2本目下がって、おっ、めくってます。デグラッシュ空中から段取る。前転、さらに爆風を避けている。激しい発動して画面端のコンボがガンガン入る。攻め、あ、もっとでかい球。あれじゃあ小さいでしょうね。あと、あっちの方が高性能ですね。ダンダン動いて、あーっとバスト、諦めていないどころか、まだまだあります。画面欲しい、どうしますか、裏、あ、遠いとか関係あった、まだいけますよ。あー連打しちゃった。もっと早く連打しとけば勝ったのはこないです。私の役に、ココノエウェン。これは何ですか、ウィーナーなんとかみたいなやつですか。なるほどね、動画でよく見るやつです。ウィーナーズファイナル e スポーツ。さあ、ワンピー側は有村さんです。スービー側さんとなっております。これ勝ち上がる途中に使ったキャラクターが使えないルールですか。勝ち上がる途中に1回使ったキャラはもう使えないっていうわけではない。そういうわけではない。そうですよね、じゃないとね、何キャラ使うか分かんないですもんね。じゃあ次回はそういう感じでいいんじゃないですか。ね、いろんなキャラ使えないと大会がだんだんまともじゃなくなっていくっていうのもまた新しいんじゃないかなと。でも分かんなくなったらスタイリッシュモード選べば大体連打でどうにかなるんで、
そういうところでもね、うまくいくかも。The Wheel of Fate is turning. さあ、ラピがユーラテイガー対トリガーアルト、何でしたっけ、名前がアッサノートで、これ本体はあれなんですよね、ジンとかなんとか、あれ違ったっけ、でなんか中身ジンとかなんじゃないんですか、テルミ、あ、全然勘違いしてますよ、あ、白面の中身がジンか、難しいもの、テルミンはじゃあこのゲームだと相当忙しいですね、いっぱいいますもんね、めっちゃ回してるアットさんがめっちゃ回してますよ、どっちがテイガーか分かんない、まあ復帰からオーバードライブのコンボにつながって入らない、あーお、なんだなんだこれか、回す原因は飛行し抜けだな、レベル2アクション、そうですね、早く回した方が勝ちみたいなゲームになっていますね、そんなことないのか、さっき安全潰されてましたもんね、さあなんか、なんか飛ばしてる、見えた、ファーストは画面端でキープできず真ん中に戻ります、投げが入る、ボーターンと後出ていました、つかめない、あーなんかのタイミングに当たる、4000くらい減ってる、あっとジャンプしてます、吸い込まれながらコントが入る、一発一発気持ちが入ってますね、あ、ゆち、なになになに、ルガール、わかんないかも、ルガールって言っても、ほら、ルガール、ルガール、なに、あ、いつでも投げられる、あー強い、マキシマかな、どっちかっていうと、どっちもよくわかんないですよね、多分。さあ、2試合目ですね、何を出すんでしょう、あ、そうだよね、そうだ、そのやり取りが普通なんじゃないですか、1回負けたらとりあえず3試合目に持っていくためにメインを出すっていうのは今のところその流れがないっていう、まあその辺はあれか、読み合いなんですかね、さあ行きましょう、1本取られたんで出てきたのはメインキャラ、マットさんが S で、なんだっけ、あれ名前が出てこない、あの古い方、あ、イザナミ、それそれそれ、ミーヤ君のキャラ、イザナミ、怒られそうですね、これ実況入ってない、あ、入ってますね、さあ、昔こういうね空中浮遊のバグがジャスティス学園というのもありますね、あの投げしか入んなかったんですけど、さすがに打撃も入るみたいで安心しました、ただなんか無敵モードみたいなのありますもんね、ゲージ使ってね、飛び道具いっぱい打ったり、今回は無敵で割り込んでいきました、画面端背負わされたのに無敵技から画面端へ運び、4300とまだ続きそうでしたね、まずは有名なイザナミ、グータイク非常に降りちゃう、
び動画いっぱい出るモード。おっと、さあ3くらい。なんだなんだ、集団かな、勝利っぽい。なんだ、浮いてます。飛び道具と一緒に、これが無敵かな。めっちゃ溜めてます。恐竜また回してましたね今。ブータイクピリッとして回してる振り、何これ、無敵で穴に引っ込まれたら何すればいいんでしょう。避けるしかないのかな。あ、割れた。違うと声が上がっています。あー当たっちゃった。37000ですからね。あ、なんかスコアアタックとかもいいんじゃないですか。今度スコアアタック、スコアアタックスコアアタックです。スコアアタック大会も良くないですか。ダメージのやつね、オーバーキルしないと優勝できないみたいな。難しいかな。なんかせっかくね、ああやって桁違いというか、なんかいろんな数字出るんで、数字できそうっていうのも良さそうですね。もう東進さんの予選やってる時期にやるもんではなさそうですけど、あんまりスコアアタックで対戦したことないですね、格ゲーで。対戦中の数字できそうです。ラッキーナンバーとかも決めとけば結構逆転要素もありそうですね。さあメインキャラが出てきています。マットさんはないし、対するユーナさんは、ここの絵となっております。ウィナーズファイナル、ダメ橋、あと3人いる。ダメ変わってバースト、さあダメ橋どうなの。あ、さすがに無敵。オオカミかなんかでやると途中でバスバス食らってませんでしたっけ。なんかありましたよね。うわあ、ひるまない。どうなってんだ。どっちだったね今。それが科学、研究尽くされた連携が。さあ相手がリーチをかけて、おっとすごい減ってる。ファースト全然許さん。ファースト、コパが帰ってくるが、今では入らない。投げて、運んで運んで、いやー距離関係なさそう。すごい、コスト、うわーずるい、わーあんまりずるくない。おー分かんない、読み合いが深いですね。巡り巡ってあそこに行ったかな。さあライトが先制しています。ダメ橋、投げが入る。
パイ蹴ってダウン取ってオーバードライブ、ジャンプキック入ってる。どうなの、どうなんすか、いける、うおー、パーフェクトがあったのはライチ。お願いです、あとさんの勝利です。しないでください。ライチウィン、パーフェクト、あざっす。アットさんがウィナーズファイナル。じゃあルーザーズを進めていきましょう。